はい、皆さん、おはようございます。100円です。こっちは今朝5時ですね。もう最近変な本当スケジュールになっちゃってね、全然寝れてないんですけども、まあアメリカのね選挙がまあ終わりまして、100円さんどう思いますかっていう、まあツイートがちらほら来てて、 YouTube のゲームの動画のコメントにもそれが来てて、全然関係ねえじゃないかよって突っ込みたくなったんですけど、まあそこまで皆さんが言うんだったら、簡単なねゲームに全く関係ないんですけど、まあお話をしようかなと思います。今回、まあ、ヒラリーさん、ドナルド・トランプさん、まあ二強のねこのまあいましたけども、まあ、まずどっちに投票したかどうかっていう話は一旦置いといてですね、まあ、今回多分歴代で一番こう注目されてた選挙でもあるのかなって思ったりもします。なぜかというと、まあエンターテインメント性がものすごい多かった、というところですね。本当は選挙っていうのは、まあ、楽しさというよりも今後の政策についてね語る、まあ、必要があるものなわけで、楽しいとか思って、まあ、見るようなもんじゃないんですけども、今回はまあ出馬してる方がまあテレビのね番組のホスト、まあ、ドナルド・トランプ自分でアプリンタスっていう番組やっていたりとかしてたんで、まあ、そういうそのホスト的なね才能を持った方、そしてヒラリーはかなりのスキャンダルもありましたのでね、まあ、見てて面白かったっていうことなんですけど、まあ、アメリカのその感覚としてはですね、まあ、ヒラリーじゃねえかっていう空気はあったんですよ。確かにそのドナルド・トランプはまあ良くねえよっていうなんか暗黙のその空気みたいのがあって、であんまりアメリカでほら宗教と選挙ってなんか話しちゃいけないみたいなこと言われるじゃないですか。まあ確かにそうなんですけど、でもやっぱりそこまで仲いいと結構そういう話出たりするんですよね。これで どうすんの投票みたいな話になって、そこで多分ドナルド・トランプって言ったらはって言われるんじゃないかなっていう感覚に陥るような空気なんですよ、こっちはね選挙前。だけど実際蓋開けたら、まあドナルド・トランプが当選、まあ、しましたよね。で僕個人的には最初はねやっぱヒラリーになるんじゃないかなってちょっと思ってたんですよね。だけど結局ドナルド・トランプになりましたと。それでアメリカの空気としてはうわっと、もう最悪じゃねえかっていう空気だったんですよ。でそれはあの YouTube の他の人のリアクション見たりだとか、自分の知り合いの人の話聞いたりだとか、あとほらアメリカの有名人でさ、ドナルド・トランプがアメリカ大統領になったらカナダに引っ越しますとかって言ってる結構有名な人もいたんだよね。だけど、まあ、実際なってみて、それで、まあ、テレビとかで当選した後の姿とか見ると、個人的にはそこまで悪くないんじゃないかなって思いました。まずオバマさんと初めてそのホワイトハウスで密会したじゃないですか。密会というかまああったじゃないですか。その時もやっぱりパフォーマンスなのかなと思うんですよね、選挙の時のあのトークは。実際オバマさんの隣で座ってるドナルド・トランプを見ると、まあ普通のいいおじいちゃんみたいな感じな印象を僕得ましたね。あとこの記事で見てて、まあ安倍さんがドナルド・トランプに連絡してニューヨークで会えないかみたいなことを言ったら、ああ早速会おうじゃないかっていうことを快諾したみたいな記事があったんですけど、大統領になるまでに数ヶ月その引き継ぎの期間があるんですよね。だからまだオフィシャルの大統領じゃないんですよ、もちろん。だけどその大統領になる前に日本の首相と会うっていうのは歴代初めてだっていうことで、なんかまあ散々日本のことを言ってましたけど、まあ、実際当選してこうやっていくってなると、まあまともな人なのかなってちょっと思えてきたんですよね。そもそも個人的にやっぱり無能な人ってなれないと思うんですよ大統領にね。それがドナルド・トランプが有能なのか周りのチームが有能なのかよく分かんないですけど、だけどまあそこそこの人じゃないと当選しないでしょ。まあ今回ねヒラリー対ドナルド・トランプっていうところで、まあかなりそのプラスだったと思うんですよ。やっぱりこんなこと言ったらあれですけど、オバマさんは黒人の大統領であって、まあ異例初めてだったじゃないですか。それで今度また女性かよっていうなんか感覚がね少なからずこっちの人にあったと思うんですよね。女性の大統領になるのかみたいな、だったらもういつもの男性の大統領がいいみたいな人もあった。だからセクシストもいて女性は嫌だっていう人がいたと思うから、そういう票は多分ドナルド・トランプに行ったか投票行かなかったかどっちかだと思うんですよね。だからこれがもしその別の男性の人だったら、もしかしたら
違うその別の男性の人が大統領になってたかもしれないですけどね。だけどそのビジネスでここまで成功してね、それで、まあ、有名になってで大統領にもなってる人だから、まあそんな最悪なことになんないのかなって僕は思いました、個人的にはね。特にそのファイナンシャルとか、ね、ビジネスに長けてる人ですから、まあ、お金の面ではやっぱりちょっとこうエコノミーも良くなるんじゃないかなと思いましたけどね。ただ他の国の人たちがどうなのかっていうのはちょっとわからないですね。愛国者だと思うんで、やっぱアメリカを良くするために全力を尽くすような気がするんですよ、ドナルド・トランプが。だけど他の国の視点からするとじゃあどうなのっていうところもありますよね。だからアメリカにとってはいい大統領になるかもしれないですよね。それで今日 YouTube 見てて、なんかドナルド・トランプのその歴史みたいなのをまとめたクリップがあったんですよ。多分10分ぐらいになったかな。それで過去1980何年ぐらいにこう遡ってドナルド・トランプがテレビに出てた時のインタビューとか全部まとめてやってるんですけど、一貫して全く同じこと言ってんですよね、あの人ね、政治について。だからそれとか見てると、まあなんか間違ったことを言って信念はある人なのかなと思いましたけどね。巷ではもう散々ボロカスに言われてますけど、でも実際まあちゃんとやってくれるような気がしてきました、俺は。皆さんどう思います？そう、まあ成功してる人だからね、大統領になっちゃってる人だからね、まあ様子見るしかないんですけど、だけど僕的にはまあいい大統領になるんじゃないかなって思ってます。はい、それが僕の個人の考えです。皆さんの考えもぜひ聞かせてください。よろしくお願いします。ということで、ピースアウト。